仲間さテキーラ。テキーラ。テキーラ。テキーラ5杯。テキーラいきますか。テキーラ5杯で。うん、テキーラ5杯。はい。はい、元気出しなさい。ね、久しぶり。久しぶり。元気出しなさい。カレン、なんで配信やめたの？なんで？うん、このままじゃダメになると思ったから。もうやらないの配信は。やらないよ。やりな。あれ、あれはどうした？他の配信サイトでやってたんじゃない？もう終わったよ。成人の枠は盛り上げたい。ありがとうね。もう嫌だから、ゼロワンと養分の、さっき企画潰したい。ああ、いいね。俺はもう、カレンとセイジの、焼肉の時でしょ。焼肉したんでしょ、さっき。俺はしてないけど。あ、しないの。ああ、とんかつ屋行ったよ。とんかつ屋、そう。さっき呼ばなかったから、なんか養分さんと。いや、それじゃない、それじゃない。違うの。うん、なんか恨まれてるみたい。あ、そうなの。うん、俺がね、うん、あ、セイジさん、もうちょっとこっち。あ、いいよ。入ってないじゃん。入ってる、うん、カレン、うん、可愛くなったね。ありがとう。すげえ綺麗になった。綺麗でしょ、うん、めちゃくちゃ痩せたよね。強くなった。強くなった。メンタルも大丈夫。メンタル強くなった。本当に、うん、めっちゃ強くなった。ならいいけどね、うん、あ、ファンタスティック。マルコさん、ナイス。ネクサスなの。え、ネクサスなの。マルコさんでも、うん、まあでもネクサスだけど、うん、あれだよ、うん、養分が嫌いなの。あ、養分が嫌いなの。そう、ゼロワンは好きなんだ。養分の方がボロクソにディスられちゃって、うんうん、山田さん怒ってるの。お金持ってるからね、この人。一人大丈夫？ネクサスって書いてあった、今、うん、マルコさんね。ああ、うわー、来た、テキーラ来た、これテキーラ5杯、大丈夫？今日あ、こっちに。パルちゃん、あれ飲みすぎるとどうなるんだっけ。いや、パルちゃんは超強いから。強い？大丈夫？クソ強いよ。大丈夫。パルちゃんはマジで強いよ。一杯なんぼでしたっけ。これは、あ、これセイジさんおるから。あ、本当？700円、うん、いいの。700円、はい、あ、ありがとうございます。じゃあセイジ、うん、飲みな、うん、あと一杯です。テキーラいっぱい来た、これほら。あ、飲みな。大丈夫。でけえな、おい。でけえの来た。でけえの来た、これ見て、こんだけしかない。水で、水ください。水、シェイシャー。大丈夫これ、うん。シェーシャーって何？シェーシャーって何？テキーラめっちゃ飲む。やばくない？パルちゃん大丈夫、うん？そうだよね。だって好きだもんね、ゼロワンさんのこと。いや、嫌い。あんな、うん、ね、うん、人を下げる、うん、もう俺も下げてるけど、うん、俺はね、うん、ゼロワンに対して。おー、グラマちゃんに潰れまで飲め。パル頑張れ。いや、俺も1時間しか飲まない。そんな、うん、だってパッちゃんはみんなに応援されてるから大丈夫よ。じゃあ水もらって、うん、それ飲みながらやる。うわー、マルコさん、すごい。ゼロワンもクソゼロワンも。あー、マルコさんめっちゃさ、マルコさんクソゼロワン、うん、あ、本当ですか、うん、マルコさん嬉しい。でもみんな、ってことはネクサス脱退してくれるってこと、マルコさん。いや、わかんない。だってクソゼロワンって書いてるけど、ね、間違ったんじゃないのこれ。エンディも呼ぶ。エンディクソゼロワンって書いてある。エンディも呼ぶ。あ、全然いいよ。ゼロワンさんとヨーブンさん来るってよ。これ下げた。え、来るって言ってるの。うん、だって書いてるよ。バカでしょ。来たら、だって自分たちの客やりねえよ。なんで、ね、さっきね、めちゃめちゃ言われた、うん、エンディも呼ぶ。俺に便乗してるゼロワンみたいな、うん、エンディも呼ぶ。みんな、あ、呼ぶ。だから、セイジの閲覧がね、うん、ね、エンディも呼んでよ。ヨーブンの、うん、ちょっと携帯で、携帯、うん、ヨーブンとゼロワンのね、ちょっと携帯どこに行ったか分かんなくなっちゃった。閲覧が低かったから、うん、嫉妬してるんだよ。ああ、なるほど。だってダブルスコアだもんね、うん、行っちゃうよね。だってカレンちゃんだもん。だってそりゃ行くよ。で、パルちゃんも応援したし。いやいや、さっき3000円だった。セイジだもん。パルちゃんだからね。あとテキーラ閲覧持った。うえい。でもパルちゃん進んで飲むのなんかすごい、ね、あ、ナイスアイデアです。うわ、すっげえわ、匂いが。あ、クーちゃんのやつ嫉妬するとかかっこ悪いよ。ねえ、飲みな、今日は。うん、どうしたパルちゃん。どうしたのこれ、パルちゃん今日。うん、パルちゃんどうしたの。あ、特命さん花火ドンチキやです。ウルトラドンチキやです。ああ、あと3杯目も飲む。痛いよ。吐かないでよ、大丈夫。すいません、今大丈夫。じゃあ次何飲む。次は普通に。あー、パルちゃん頑張れ。セイジさん頑張れ頑張れ。カレンちゃん頑張れ、ね、あー、ありがとうございます。ひらがな、カシスオレンジ強め。
めでお願いします。でも言っちゃったら、はい大丈夫。いや、パルちゃんって用途やばいの。いや、用途気が強くなるの。もう暴れちゃうよ。特命さん、ハートハネス、ソヨーブンら来るって帰り中しかたい。なんで来るの。なんで来るの。来るなよ。いいじゃん。なんでなんで来るの。カレンとセイジの、ね、コラボじゃん。ねえ、なんでなの。え、いいじゃん、来ても。まあね、それはね、うん、いや、みんな来てもいいでしょ。うわぁ、ファンタスティックカルテス最強。ゼロ本宅4分、クソハゲ仲間把握、ね、マルコさんめっちゃ好きじゃない。マルコさんは便乗させないで、ゼロワンの囲いなんだよ、うん、けど、今怒ってる。マルコ怒ってるね。珍しいよ。なんでマルコさん、本物これ。本物だよね、ファンタスティック投げてるから、うん、そうだよ、さっきから2個も投げてる。便乗だ、うん、さっきからいらないよね。2回投げてるから。あ、ハート花火あれです。あ、ダーキチー、ありがとう。カレンちゃん、パルちゃん、セイさん、あー、ありがとうございます。ありがとうございます。あー、すごい。メータルシャチャルです。あのね、ゼロワンさんとかヨーブンさんは、うん、せっかく2人で婚姻届の保証人としてやるはずなんでしょ、うん、それをやりなよ、なおこちゃんね。うん、ゼロワンとね、ヨブンさんは、うん、カレンとセイジの企画で被って、うん、閲覧がまさか思ったほどいかなくて、うん、嫉妬してここに来るなんて、ね、それは一番配信者としてやっちゃいけないよね。うん、自分の企画やればいいのに。やればいいじゃん。ポンちゃんです。持ち歩いてくる。いってらっしゃい。バルちゃん、よく来てくれたね。それはカレン。嬉しいよ。あ、久しぶりだね。ちょっと痩せた。痩せたよ、10キロ。そうだよね、うん、ちょっと痩せた。カレンには負けるけど。いや、初見さんやったら、はい、カレン、トイレ行ってきな、うん、まあ、そう。でもレペゼンチ級にさ、試合というのマジすごいよ。あ、なんかね、動画でね、うん、カレン、マジバズってるわ。めっちゃなんかドス黒いのおかしそうね。私、だって濃くしてくださいって言ったもん。ディズニー行ったんじゃないのかよ。あれ、カレンちゃんじゃないよね。カレンとディズニー行ってないよ。行ってないよね、うん。ピューロランド行ったけど、あのほら、炎上ニュース休んでまでディズニーランド行ったのよ、この子。それでこれがカレンちゃんじゃねえかって思われてんのよ。あ、そうなの。そう、違うよね。え、パルちゃんのさ、最近の恋愛事情ってどうなの。エレマルと復縁したんだよ。あ、そうなの、うん、で、別れた。別れたの、うん、またまあね、ちょっとね、ゼロワンのせいで、うん、まあ、いろいろ言われちゃったから。あ、そうなんだ。まあ、いろいろあるよね。あ、タロちゃんと行ったの。タロちゃんと行ってない。行ってないの。タロちゃんって誰。あの、いるのよ、うん、配信者さんで、うんうん、タロちゃんとは本当に行ってない、うん、誰と行ったんだろう。それは言えない、うん、ただ、言ったら炎上しちゃう。ミッキーちゃん、ありがとう、久しぶり。みんな知ってる人。みんな知ってるというか、うん、あ、元カノか。ヨーブンたちお店出たよって、っさっきどこに行ったの。俺が怒っちゃう。いや、せいじは怒らない。ハートあるよ。あ、初めましてカレンちゃん、また会えて嬉しい。パルちゃん一番ね、別角度で炎上しちゃう。フワッチがなんやかんやじゃない。この人知ってる。うん、知ってる。いつもありがとう。ありがとうございます。ラブ&ピースだったね、そういえば、うん、カレンちゃんね。パクチーちゃん、ありがとう。平和がいいよね、やっぱり、うん、そうね、うん、スケルコは大阪だから。おー、ファンタスティックです。ただ、政治の文句言ってる。クソ養分、頭に来る。あいつも応援してるんで頑張ってください。うん、あー、ありがとうございます。あの、養分は、ディスる時って、うん、嫉妬なんだよ、わかるんだよ、うん。要するに、今日のヒドンナさんも、うん、ナイスはヒドンナさんの上なんじゃない。まあね、うん、だから、うん、今日ヒドンナさんに対して応援しないでくださいって言ってた。で、セイジもナイス上じゃん、うんうん、で、ナイス結構意識するし、ね、なるほど、いつも取れてたもんね、うん、で、今回は、俺らがナイスが上だし上位だから、もうディスりまくってヘイト向けた。なるほど。でも分かりやすいんだよ。なるほど。ヘイトを向ける天才だから、うんうんうん、だからそういうことしかできないってことね。まあ、自分の力でナイスは取れないってこと、うん、要するに、うん、俺らがね、うん、今こうやって仲良くしてることさえも、うん、面白くないんだ。妬ましいで、閲覧もゼロワンと俺の今回のフワッチのオンステージ、うん、閲覧トップだろうという認識があったはずなんだよ、うんうん、なのにセイジがカレンとコラボしだすから、うんうん、閲覧がダブルスコアで抜かれちゃって切れてる。なるほど、そういうことね。情けないよ。トップライバーのやることじゃないね、それは。情けない、うん、仮想配信者がやることだね、それは。しかも、うん、俺のこと潰すんだって。俺が潰させないよ、俺が守る、うん、もう、うん、ゼロワンとヨーブンで、うん、多分俺のこと潰しに
て、俺がいるから大丈夫、絶対にするはずない。ハンドガイス人当たり前だろ。友達か。だって俺たちは心の友って書いて親友だよ。そうだね、うん、ありがとう兄貴。政治兄貴だよ。新しい兄貴ができました。政治兄貴です。もうゼロワンなんか兄貴やめな。あれ、いや、もう絶縁した。絶縁しな。もうゼロワン、もう二度と関わらない。お前とはもう関わっても得ない。ね、あ、ロケット2丁ありがとうございます。守ってあげて。誰？あ、ありがとうございます。配信者さんね、北海道の。あ、ありがとうございます。おー、アンズちゃん、ファンタスティックです。ナイス、任せてください。あいつちゃん頼んだよ。テキーラはいい。うん、3杯頼んどいた。俺カメラマンやんないといけないし、2人で酔っちゃったらこうぐぜんぐぜんになっちゃうし、こう、うん、ね、カメラを。いや、1時間しか飲まないから。私やっとくよ。ワクバファンタスティックです。すごくない？これはすごい。メタル社長です。すごくない？これはもう花火ファンタと一緒。すごくない？マキマキ社長です。ありがとうございます。いいんだよ。電話出て。パルちゃん電話。スターマイヤーでカレンちゃん、ミッケー、わかるかな？元気でいてくれ、嬉しい。誰だ？あー、わかる、わかる。ありがとう。ありがとうございます。特別さん仕掛けるかよ。あまりペース早くしないで。パルちゃんは大丈夫よ。パルちゃんお酒強いからね。わかまりです。痩せたでしょ。痩せてよ、だいぶ。スターマイファンタスティックです。パル、俺がついてるよ。ゼロワン、クソハゲ倒すぞ。マルコさん、さっきからすごくない？なんか大花火これ。ハルちゃん来たよ。ふわくまです。かからないけどよ。かからないって。すごい。またなんか一個だけ巨頭のやつが来たんだけど。電話してる誰かと。かかんないよ。かかんないって。見て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 、いっぱい来た、いっぱい来た。うわ、やべえ。マルコさんすごいわ。やばい。これパルちゃんもうこれ飲んだら 8杯飲むことになるからね。8杯。ブロックされてる？ブロック？今かけてるんだけど。マリスさんの電話だって。マリス・ミゼル誰？ハートありがとう。でもかけてるけど、ね、マリス・ミゼル。マリスお互いに両方かけてるから。マリスさんだって。アクアマリスか。アクアマリスさんだって。あ、もしもし、だから電話出れない。養分ちょっと俺が電話してるから。あ、今聞こえるよ。今聞こえる。通じないんだよ。もしもし、じゃあほら電話通じないんだよ。もしもし、聞こえてるよ。何これ、喋ってね。もしもし、これ何だ、なんで電話が通じない。もしもし、なんだこれ、何壊れてんの。いや、もうちょっと、ちょっと、あ、来た来た来た。バグった、バグった。はい、はい、これは飲みな、飲みな。かかってんだけどね。あれ、もしもし、養分、枠見てたよ。お前また何、セールソンってこと。あのさ、俺枠見ててなんかゼロワンに誘導されたか分かんない。なんか潰すって言ったじゃん、俺のこと。これ何、これ完璧に言ったことね。いやいや、どうなの、養分は。もう今から行くから。どんちき、あのね、養分、潰すの。俺が怒ってるのは、養分がいきなり潰すって言ったからだよ。いやいや、ね、その前に、ああだこうだ、ね、呼んでてなんで触れらんの。呼んでないじゃん。配信上で呼んでたけど、配信外で連絡してないじゃん。だから養分は俺のことをゴミだと思ってんでしょ。ね、俺のことをゴミだと思って連絡しなかったんでしょ。そういう出方っていうことなんだね。そういう出方も何もゴミなのって。今日俺爆弾になるから。うん、なればいいんじゃない。別にいいの。うん、
特に。じゃあ俺は、じゃあ今日でこういうことでね。いやいや、ヨーブン、今、俺が言いたいのは、なぜ、俺と、ね、ヨーブンで、じゃあ、俺じゃない、ヨーブンがディスってたかで。コルクちゃん。ディスってたとかじゃないよね、パル。だって、ゼロワンに誘導されてたじゃん。事実なんだよ、全部。だって、なんで俺のこと潰すの？意味わかんないじゃん。意味わかる、わからないじゃないだろうね。なん、潰すの、俺のこと。なんて？絶縁ってはゼロワンね、養分のこと一切言ってないから。養分とかじゃないな、呼んだんだから来たらよかったんだよ。呼んでないじゃん、配信外で。はい、カルチャーの絶縁なの。ゼロワン黙ってろお前。カルチャー、俺養分にそこはやめろ。ゼロワンいらないんだお前。俺が主催じゃないんだよ、落ち着けよ、落ち着けよ。俺誘われてきただけなんだよ、カルチャー。ね、だから俺はね、まあ正直ゼロワンとは一回絡んでるから呼ばれると思ってたんだよ。だからいや呼んだじゃねえかよ。いやそれ配信上でしょ。俺がなんか拗ねた放送して来ただけでしょ。マル冷静に聞いて。もう話しかけないで、もう虫ずで走る。マルはすごいからわかると思うけど、大阪でマルって誕生日祝ったじゃん。祝ったよ俺は。で俺だけ祝ってなかったから、ヨウブンが誕生日祝ってくれっていう感じで。そうなの？飲んだわけよ。ただ普通に友達と飲んでるんじゃなくて、俺が。いやもういいよ。祝ってなかったから泊まっただけだから。もうお前らな、バル。うん、そこは冷静に考えなきゃダメだよ。いや俺はゼロワンと話したくないんだよ。俺は別にヨウブンとは仲良くしたいんだよ。ゼロワンが無理で絶縁という放送を撮っただけ。そう。なかなかちょ、一回喋りな。いや、ゼロワンと喋りたくない。養分だけなら絡みたいって俺放送枠で言ってたしね。違う。パル、じゃあ行っておいてよ。ゼロワン。お前も拗ねるな。俺は。お互い子供だから。長いな。明日絶好性幼稚園だって。政治が守ってくれるし。ゼロワン。ゼロワン。新兄貴できたから。いい兄貴。あ、もしもし、お電話かかりました。誠司です。そうですね、ええ。どこにいるんだ、バレバレ、コロコロ兄貴を変えるな。本当それだよ。で、兄貴が僕になったんで、言ってます。違う違う。誠司が今旬だからって、誠司につくとか善逸が旬だからって。違うよ。誠司は昔からの仲だよ。そう、向き合ってたけど、うん、弟は僕に任せてください。頼りない兄貴はダメなんで。半身になるってことかい。え、お前うちの兄貴にそういうこと言うってことは半身になるってことかい。なりますね。え、いいの？あ、もう勝ち込むぞ。うん、あ、切られた。切られた。うん、逃げた。もうこれで来ないね。任せてください。あれは僕が守ります。何があってもぶっ飛ばしたよ俺が。あ、来るって言ってる。来るってです。あ、マリスさんが来てる。マリスさん来てる。俺から来る。やっちゃうか俺だ。マリスさんどうしました？今枠見てたよ。はい、もうゼロワンさんはね絡んでたりとかしたけど、もう今後関わらないようにします。なんかもう俺も中途半端な関係でいたんで。じゃあマリスさんね、応援します。本当に今なんか出るとこ出るぞって言ってたよね。ゼロワンがですか？ゼロワン、養分が。あ、なんか言ってましたね。ああ、じゃあ今から行こうか。え、マリスさん。ああ、でも誠司いますよ。別にいいよ、誠司がいても。だってミニラと仲直りしたんでしょ。仲直りしたよ。あ、したんだ。したんでしょ。した、うん、ああ、だからもうそれはもういいよ。あ、じゃあこれ何？戦争になるのこれ。マリスさん何分くらいで来れます？だいたい1時間飛ばしてるから1時間ちょっとくらい多分ね。どうする？その時間がさ遠いじゃん。うん、来るなら早く来ないと。だからマリスさん、ほら
今日は28日とかじゃないんで気持ちだけ受け取ってきます。ちょっと大丈夫なのそれで。はい、あのマリスさんはほら明日仕事もありますし大丈夫だよ。仕事はまあ1時間かかっちゃうし、うん、うん、1時間なんかあっちまでやろ。そう？ああ、でもマリさんには申し訳ないから。大丈夫だよ、俺はパルにほらそうやって俺も助けてもらってる身だしさ。でマリさん正直言っていいですか、殴りそうで怖くて警察だとか。パルに？いやいや、あのゼロワンとかね切れて。大丈夫、いやじゃあゴールデン近いパルと、うん、でカレンちゃんもいるわけでしょ。そう、います。そこの3人には迷惑をかけないから手を一切あげないっていう。わかりました、じゃあ待ってます。わかった、じゃあ今から向かうわ、はい、マリスさん、はい、了解です。はいよ、了解です。大丈夫かな、マリスさん。マリスさんはゼロワンと敵対してる。そう、聖地さんちゃんと守ってる。あ、来た、あ、来ました。あれ、養分は俺、養分はね、怖い、ゼロちゃん。パルの